キャロル・ベーカーは、アメリカ合衆国の女優、ペンシルベニア州、ジョンズ・タウン生まれ、ポーランド系アメリカ人。1939年、両親が離婚し、母と妹と共に、ペンシルベニア州、タートル・クリークへ移り住み、同州のグリーンズバーグハイスクールに入学する。その後、母親が再婚し、フロリダ州セント・ピーターズバーグへ家族4人で移り住む。 セントピーターズバーグでは、セントピート短期大学へ、進学、数ヶ月間在籍する。その間、地元のライオンズクラブのタップダンサーとしてデビューする。やがて大学を中退し、フロリダ収穫地で、ダンサーとして出演する。1949年、ミス、フロリダフルーツベジタブルズにも輝く。1950年、ニューヨークへ行き、そこで、テレビチャンネル級の、 ウェザーガールとして雇われる。1953年 e g 2ラブの早くで映画デビュー。その後いくつかのテレビコマーシャルの仕事をする。1956年ジャイアンツに抜擢された後、続くベビードールでは主演を務めてアカデミー主演女優賞にノミネートされるなど、この年は彼女にとって大転機となった。1961年 日本人外交官の寺崎英生と結婚したアメリカ人女性のグエン寺崎の母の著書を映画化した太陽にかける橋にグエン役で出演し寺崎英生を演じたジェームズ・シゲタや丹波哲郎らと共演また来日もしている1964年に大いなる野望1965年にハーローに主演その後イタリア、スペイン、ドイツ、イギリス メキシコと海外の作品に出演する。彼女はハリウッドウォークオブフェームに名を連ねている。プラチナブロンドの髪で知られているが、実際の髪の色は栗色である。映画監督、ジャック・ガーフェインとの結婚を機に、ユダヤ教に改修した。ありがとうございます。